BGM ってもうなんか BGM っぽいの流します。適当に流してください。OK です。で一応最後ですね、あの、エンディングのところで言うじゃないですか、はい、あれ2分前ぐらいに終わってもらえたら54にはバイバーイ、はい、いきます。このとって CM じゃない方がいいですよね。ちょっと寝れましょうね。OK。ちょっと喋りましょうね。だから高橋さんのツイキャスの写真すごかったですね。ツイキャスの写真すごかったです。あ、いきますね。はい、10月14日、本日も本音ラジオ始まりました。よろしくお願いします。はい、ます、はい、今日お送りするのは就活コーチの高橋と、先日から、はい、チームに入っていただきました。はい、シンガーソングライターのゆうきです。はい、ゆうきさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、ミキサーが。はい、ミキサーが。セクシーな声で入りましたけど。ということで。狙ってたな。わかりました。狙ってました。
スタッフの、サッコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、この3名で今日はお送りします。はい。いつもね、ミキサーというか、MC していただいているさっちゃんが、ちょっと今日お休みということで、異色の、こう、顔合わせで、はい、お送りしていきますが、皆さんついてきてください。時々ね、お話も飛ぶと思いますので、はい、ついてきてね。ついてきてね、お願いしますね。よろしくお願いします。はい。はい、今日ですね、ちょっと天気が、今一つ悪くて、そうですね、朝大雨降ってませんでした？夕べから朝にかけてずっと大雨だったよ ね、 ねびっくりでした。びっくりでしたよ。洗濯できないできない本当久々にクーラーつけ まくってますけどね。ここのとこ涼しかったから少しクーラーから離れたかなと思ったんだけど、またしばらくお世話になりそうな、ジメ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 とした10月なのに、10月なのにね、はい、本当に困ったもんですはい、ゆきさんはなんかこの間ライブも終わったばっかりということで。そうなんですよ、終わりました、うん、先々週かな、うんうん、モッツでやってまいりました、うん、どうでしたいい感じいい感じ、いい感じ、楽しんじゃいました。いいですね、私が一番 音にまみれてきたんですね。はい、まみれてきました本物って感じですけど。あ、はい、そっかそっか。じゃあ次はみたいな話は、次はまだなくて、うん、まだない。ちょっとまあ12月にあるかな。あ、本当、はい、そうだね、イベントがいろいろね重なる時期でもあるから、はい、計画中でございます。また新しい情報がありましたら、はい、すぐこの場を借りてね、はい、お知らせします。お知らせしていただければと思いますので、はい、はい、で今日ですね、一つやっぱりいつもの通りなんですけど、テーマ考えて、はい、それについてお話していきたいと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。今日のテーマ勝手にいきますよ。今日のテーマは琴の葉です。琴の葉です。おしゃれ。のを入れるだけでなんでおしゃれなんだろうってね。そうですよね。単純に言葉についてちょっと ね、 っね、語りたいっていうことなんですけれども、うん、どうですか、ミュージシャンとして言葉、琴の葉。一応最初このテーマが琴の葉って聞いた時に、うん、はい、あ、おしゃれと思って。おしゃれ、はい、でもまず琴の葉って言葉みたいな、琴の葉みたいなって一旦ちょっと調べました。琴の葉、そう一応言葉で間違ってないよねみたいな。やっぱ言葉、言い方がちょっと違うだけで、ね、うん、やっぱこういうことが起きるんだ。そうだね。はい、普段当たり前のように使ってる言葉なのにちょっとハッとさせたり、られたりね、いうところがあるのかなと思いますので、それのなんだろう、使い方とか使えてるのか果たしてみたいな、そうですよね、ところとか間違って使ってたりしてそう。結構ね、意外とね、わからないまま使ってたり、ね、そうですよ。誰もしかも教えてくれないじゃないですか。意外と、ね、意外とですよね。スッとしたり、そう、ね、裏であいつよみたいな。言っちゃってるみたいな。うわー、怖いな。どうする、ゆうきさん、自分が歌ってる歌の中にそれが紛れたら。あいつのあの曲よって狙ってるのか、それとも天然かみたいな。そう間違ってんの本気でとかあったらね。確かにびっくりします。そうですね、ライブ中の MC とかでもやっぱり言葉なんで、ちょっとね、言い間違えたりすると違う風に伝わっちゃったり、そうだよね。結構大事にするんじゃない？でもね、その分ね、はい、気を使ったり。だからやっぱ何を使う、喋り考えますよね。やっぱ MC も、うん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 、何ヶ月も前から、うんうん、次のライブではどういうこと喋りたいとか、うんうん、で何もういっぱい言葉を並べて、その中で、うん、まあ、一番しっくりくる言葉を選んだりするんですけど、まあ、それも当たってるかどうか分かんないですよね。見てくれる人いないから。どうだろう。意外と。あ、今度ぜひライブに来てチェックしていただいて、添削しましょう。はい、お願いします。そこでも俺添削するの。そう、ライブ会場でも、はい、お願いします。もうお願いよ。教室から離れたらちょっと勘弁してそこは。リラックスして聞きたい。あ、曲中はリラックスしていただいて、MC MC は、はい、MC のチェックお願いします。そうか、MC 長い方ですか？ミュージシャンによってほら、MC ほとんどしない人と、ね、もしくは MC の方が長い人と。そうなんですよ。でも私はやっぱ曲の世界観壊したくないんで、ちょっと喋りすぎるとやっぱり、なんかね、そうかそうか、壊れちゃう。何が壊れるの？曲が壊れる。曲のイメージ。以上30分しかないんで、最近出るライブだと。そうなんだ。じゃあ大事だね。やっぱりベラベラ喋るよりも曲に、魂込めるじゃないけど、うんうんうん、で伝えた方がいいのかな。そのシチュエーションだけじゃなくて、やっぱりそういう
そうしたいっていう気持ちもある、うん、音楽の方はどっちもなんだろうなメインにしたいというか、ねはい、当たり前なんだけどメインなんだけどでも悩みますね。どういう思いでこの曲を作ったのかっていうのを最初に伝えるべきなのか、うん、それとも聴いて分かってほしいのか、 そっかそれもやっぱり聴いてくれてる方も人それぞれで、うん、最初に言ってもらった方が入ってきやすい、うんうんうん、そういうつもりで最初から入れるみたいな、はい、そっかそっか、まあ、ちょっとさっきに喋りすぎじゃないこのネタバレしちゃうよっていう人もいるんですよね、うん、そっか万人に ね同じように伝わるものっていうのは多分歌にしてあって言葉にしてあってないからね、はい、難しいところだけど悩ましい悩ましいところ、ま、毎回悩んでる感じ悩んでますそっかそっかパターンがまだ固まってないそうそうそうそんな感じあそう絶対必要なのもあるんですけどね、うんうんうん、やっぱこの前歌ったコウモリだったりは、うん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 、あれは絶対必要だし前振りよかったねあれねあれで私は今ねあそっかそっか分かりました、はい、ありがとうございます。こんな感じでね、ことの葉、言葉、うん伝えるだったりそういったことについて今日は話していきたいと思うので、うん、リスナーさんの方でも、私喋り得意だという方だったり苦手なのよねだっていろいろあると思うので、うん、ぜひちょっと声を聞かせていただければと思います、はい、お願いします、はい、で今日の構成この後はどんな感じでいきましょうか。この後は、うん、ちょっと私ね、うん、歌作ってきたんですよ。何のことの葉のことの葉、はい、行ったのって2日前ぐらいに2日ぐらい前だよねそうそうテーマ何ですかって聞いたら、うん、ことの葉ってあったんで創作意欲がなんかそうそうそうなんか曲作れそうじゃねおおって思って昨日の夜昨日の夜、はい、昨日の夜バイトから帰ってきまして夜中12時過ぎなんかギターを持ってポロンポロンってやってたらできちゃってできちゃったんだできちゃってああいけるじゃんと思って昨日までは1番までしかなかったんですよ、おうおうで今日の朝な練習してたんですよやっぱ今日歌いたいなと思ってからそしたらやっぱ3時ぐらいに、あ2番までいけるんじゃない、と思って2番まで作ってきました。すごいよ。どう思うこれ2日でなんか2番まで作ってくる人天才ってこんな感じですよ、ね、才能感じちゃうよねやっぱ。歌う前からやめてもらっていいですか。あ、そうそう。ハードル上がってます。そうそう、かなり。もうちょっと上げようか。一応練習してきたんですけど。そんなすぐ曲って作れるんですね。なんかでも降りてきたって言うじゃないですか、うん、よくアーティストの人って、うん。私たちにこの降りてくる感覚がないから。ないからね。意外にやってみたら。あ、そう。できるんだと思います。私もできないと思ってたけど。だって曲と歌詞と両方なんでしょ。はい。意外に。いやいやできないでしょ。どっちから作るんですか、曲なのか歌詞なのか。あ、私一緒です、全部同時に、なんかギター弾きながらふん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 みたいな感じで。わけがわからない。何それ。いやでもそれ多分素人がやることかもしれないです、私みたいな。あ、やっぱちゃんとしたちゃんとしたプロはやっぱ構成をすごい練るんですよね、うん、このな次はどういくとか歌詞をどうする。そうなのかな、どうなんだろう、はい、あでもね、ちょっと音楽とは全然違うのかもしれないけど、うん、文字を起こすとき、うん、添削の話さっきちょっと言ったんだけど、はい、学生の添削ね、履歴書とか、はい、応募処理とかしてるわけなんだけど、書けない人っていうのは最初から完璧を求めてペンが走らないっていう傾向はあります。だからまずは書き出してみる、走らせてみる。あ、なるほどですね。そうするとおのずとだんだんこう言葉が溜まっていくから、その中でチョイスできるものをまたさらに吟味して集約していくっていう作り方っていうのは僕は進めてるし、実際自分が何かこうものを書くときにも結構それはいける。おー、とりあえずとりあえず書くみたいな、まあ、今日作ってきてもらったら多分とりあえずじゃないと思うんだけどではないと思うんだけど、そういう書き方、そういう作り方もありますよね、うん、とりあえずバーって書いて、そうそうそう、ね、目に見える状態にする、見える化するっていう部分で、見える化する、うん、目標もはっきりするし、何を書きたいかってもはっきりしてくるので、大体こう最初はもう乱筆乱文でもいいし、過剰書きでもいいし、意味が分かんなくてもいいから、言葉をまず文字にしなさいというのは僕は結構してますけどね。やっぱ文字にするって大事ですか、書くこと。言葉を形にするっていうのは大事です。なんか最近はね、やっぱピコピコ皆さん、スマホとかパソコンでも全然構わないです。あ、それでもいいです、僕に言わせれば。あ、やっぱりペンの方がいいっていうし、鉛筆とかなんか実際にこうアクション起こした方がっていうのはあるんだけど、はいはい、確かにその方がいいかもしれないけど、スピード感が足りなくなるのね、それだと。なるほどです。で、考える時間がどうしても増えちゃう。うん、それよりはバーって打ち出していって、残したまま他の次またバーって打ち出していってがいい時もある。なるほど。
いろいろあるんですね。いろんなパターンがあるね。だからいずれにしても、そう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 、いずれにしても出す、一回出す、出すことが大事、見える、アウトプットする、大事ですね。大事、出さないとまた入ってこないですもんね。そうなの、そうなの、やっぱりキャパ開けないと次のが入ってこないみたいな。じゃあ思います。やっぱ曲作ってても出しちゃう、出さないとまた新しいのは入ってこないし、ねえ、ね、さっき言ってたじゃないですか、ためないと、そう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 、出すものも出せない。そう、自分の中にまずインプットし、エネルギーじゃない、パーツをため、パーツを出して使い方考えて、形にするみたいな、ね、感じの、まあ理屈っぽいんで僕そんな考え方をする。いやでもそうだと思います。私もライブして、うん、ライブでとりあえず一旦全部出すんですよ、うんうんうん、それをまたどん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 溜めてって、うん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 、でそこからまた曲ができたりとか、うんうんうん、自分の声で自分が気づくとかね、はい、ありますからね。大事ですね、アウトプット、インプット、うん、大事です、大事です。ぜひじゃあ後で作ってきた曲を聴かせていただけるということで、はい、どうでしょうかね。早速聴く、どうする、あ、今歌っちゃいます。今歌っちゃう、うん、じゃあ歌っちゃう。ちょっと待ってね。やった、聴けるぜ。タイトル、うん、ことの葉でいいの。はい、もうそのまま。じゃあ次これね、次のライブとかで聴けたらいいですね。これをまた品種改良して。品種改良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 いいね。はい。ではちょっと準備。はい。じゃあ新曲でいいの。新曲。即興ソング。即興ソング。はい。楽しみですね。よいしょ、ちょっと聴きます。はい、ですかね、お願いします。それでは聴いてください、ことの葉。言葉のかけら拾い集めて、何を作ろう、下手くそでもいいのかな、気持ちを込めたら、尖ったもの、丸いもの、四角やギザギザ、いろんな形があって、どれを使おうか悩んじゃうな、精いっぱいの、ちょっと待って、今吹いたけどいい今いいところだった。さすが即興で作っただけあり。いやいやいや、ちょっと違ってた。ちょっと5秒黙っていいですか。 OKOK、 あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあ行きましょう。あの、じゃあ B メロからお願いします。すいませんね。精いっぱいの気持ち込めて作ったけど、尖っていたら少し痛いのかな、ことの葉、ゆらりゆらり揺られながら、いつかは君に届くといいな、たくさんの言葉のかけら投げ合って遊んでいた、気がつけば君は泣いていた、声を殺して泣いていた、言えなかったあの日のごめんねを、今伝えたくてそっと歌ってみた、
いつかの傷も癒えるのかな。ことの葉ゆらりゆらり揺られながら、いつかは君に届くかな。ことの葉ゆらりゆらり舞い落ちた君の足元、気づいてくれるかな。拾ってくれるかな。僕の作ったことの葉を、下手くそなことの葉を、君だけに届けたくて。わお、パチ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 、ありがとうございます。即興2日で作ったんだよねこれが即興だとはもう全く思えないんですが、即興感めっちゃ出てましたね。あ、一箇所だけ箇所だけね。いやでも実は2番の B メロも思いっきりメロディー飛んで、うん、もうその場で作りましたメロディー即興中の即興はい、まあ、まさにちょっとこの背景もね、後半というか後で聞きたいんで、まずはちょっと1回 CM 入ってね、はい、後半の打ち合わせをちょっとまあ CM 中にしていきたいと思います。はい、はい、よろしくです。リクエストってどうする？それはもう私なんかカバーもやってるんですか？カバーやらないんですよ私すごくないですか？ちょっとここはでも自分のなんかポリシーってやっぱシンガーソングライターみたいな人みたいな。いや私すぐ全部カバーしそうすぐ真似しちゃうね。そう難しいんだよね、真似ること自体もね、実はね、世界観の人とかね、そうですよね、この人には勝てないんで、あそのもうやっぱりオリジナルにやることはいそれよりも、まあ、私にはね、私にできるはい、でも打ち合わせしたら今形が違うっていうところとか、なんか刺さるとか、あ、まあ、始まります、するというとか、これはじゃあ次の2曲目にあのトイレの神様を流してあげてください。はい、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとして、ね、失礼しました。高安の会によくありがちなぼーっとの時間でしたね、今ね、放送事故に危なくなるところでしたけども、はい、セーフですね。はい、セーフですね、多分ね。はい、ゆうきさん、はい、即興というかね、本当に2日で作ってくれた曲ということで、すごいなんかメロディーラインもしっかりして、はい、いやいやザクってなんか人実はね、あの打ち当たりしてたんだけど、聞きながらあの形がいろいろ言葉にもあるよね、はい、みたい な内容だったじゃないって、はい、三角で刺さったりとか、なんか尖ったりとか、うん、あったじゃない、はい、言われたことあるのよ。あ、尖ってるねって、あのもう鋭すぎるって、痛いって二人に言われたことがあって、実は息子に一回言われて、はい、で親友に言われたことがあって、あお前のは言葉がシャープすぎるって。何言ったんですか？何言ったかな、普通の言葉、やっぱり説教チックになってたモードの時なんだけど、あ、そういう時はどうしても尖っちゃいますよね。そう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 、あれ以来ちょっと反省して、ーコーチを学び始めの頃だったので、余計それが響いて、うん、あ、気をつけないといけない俺って思って、はい、言葉って、ね、うん、良かれと思って言っても、うん、傷つけちゃうことがあるんだなって、はい、その時本当に再確認したのを思い出して打ち当たりしてました、うん、あ、なるほどもう、はい、すみません、気をつけます打ち当たりですよ、本当に。と、なんか言葉投げたこと、または受け止めた時に何か響いたことって記憶にある、うん、そうですね、やっぱり曲にも書いたんですけど、やっぱり自分はやっぱそういう気、うん、思いじゃないで投げたのに、うんうん、やっぱ同じようなことですよね、うん、相手には刺さってるとかがすごい、なんていうショックじゃないけど、そういう気持ちじゃないじゃないですか、こっちは。ちょっと待ってよ、コメント、ちょ、何度刺されたことかって
マスオさん、すいません、刺した覚えないですよ、マスオさんのことを。あらあら、さっちゃんは今日お休みですコメントでいろいろと入ってきましたね刺して変中ね、私はマスオさんは。もう今までにね、どれだけの人が血を流して倒れたことかだから怖いですね。怖いよね。あの、届かない分にはまだね、あ、なんで今度はこうやって届けようかなって思うけど、もうこのと届いた言葉が傷つけてしまってたら、もう戻せないじゃない、うん、そうなんですよ。引き戻せないから、うん、怖いな、使い方本当気をつけないとなって思うね。そうですね。どうっすか、うんってそこで振られると。でも私思うんですけど、この歌詞とか書くじゃないですか、うん、で相手に聞かせて、うん、自分がこう書いたのに全然違う風に取られる時ってないんですか？あります。さっきもね、その話しましたよね。ちょっとね、したね。あるんですよ、うん、それが。それがそれはね、もうご自由 になるのか、あ、でもやっぱりこう捉えてほしいってなるのかは多分作り手次第なんですけど、でも勉強になりますね。やっぱこの言葉で、あ、こういう風にも捉えるんだっていうの、やっぱ話して初めてやっぱ気づくんで、それも一方的に発信してるだけだったらそれさえ気づけないけど、なんかたまにあるんですけど、すごいいい歌だなって、恋愛の歌と思って自分に重ねて聞いてたら、うんうん、動物の歌だったり、あ、これよくないですか？ありますね動物かいとかね、ありますあります、うん、あ、確かに。でもね、確かにね、勝手に思っちゃったりっていうのはね、あのね、どうなんだろうね、どっちが正しいじゃないけど、マナーなんだろうね、モラルなんだろうね。そうでしょうね、まあ、本人はとりあえず出したからすっきりしているのかこっちはっていうのもありますよね、うんうん、なんかだからストーリーみたいなやっててくれたらちょっと嬉しいです。 CD とかにほら、なんかあ、このいきさつとか、ね、こういうのとか、はいはいはい、PV って PV 見たら分かるんですけど、あ、そういう意味があるんだって。だってラジオとかで聞いたらね、分かんないよね、うんうん、やっぱ知りたい派ですか、この曲の背景。知りたいです。あ、そうなんだ。知りたくないですか？ジュフはスポットで結構あの拾ったりする、フレーズフレーズで、ーこのフレーズいいな、このフレーズいいなの方がどちらかというと多いかも、曲聴いてるときは。全体っていうより、全体はそれを自分の中で勝手に構築する派。あなるほどね、やっぱ人それぞれですね、それぞれがね、取り方も。迷いますね。迷う迷う、いや、これからどっちタイプなの？やっぱり届けたいタイプ、ご自由にタイプ。あ、でも結構なんか私の歌はもうしっかりメッセージが積み重なってるから、そうだね、気づくんじゃないかなっては思ったりはしますけどねそうか、そっかそっか、なるほど、はいはい、今日はいろいろとね、言葉やってますけど、多分ね、なんだ、多分っていうか、この番組そもそも始めるときに、はい、あの、自分がなぜ始めたかっていうと、やっぱり喋りに自信がないからだっていうのはあるんです、実は。なんか訓練したいとか、訓練するにあたって一人でできないんじゃない、うん、はいはい、で、そうですね、聞いてくれる人がいない、そうそう、かといってコーチングでセッションしながらっていうのはもちろん OK なんだけど、うん、やっぱりセッションした人にはちゃんと届けたいから、それも他の部分でトレーニングできる環境できない、作れないかなと思った時に、ラジオかとか思って規模でかくないですかいや、だからちっちゃいことしたら多分自分の変化に気づかないから。なるほどね。もうやるなら、やるならちょっと今まで自分が絶対やらなかった部分でやってみようかなって思ったのはある。じゃあ終わった後聞きます聞くけど、あ、聞くんだ。聞くけどうなだれてるよ大体何言ってんだ俺みたいなでもすごい聞けるんですね。私もうこのライブとか映像撮ってるけど、うんうん、まあ、とりあえず聞けないです、ね、なんでさっき盛り上がったっつってたじゃん盛り上がったけど、もうはい、終わり、終わりなんだ、もう次行くぞみたいな。あ、そうなんだ。そういう人もね、まあ、何ヶ月か経っては見ますけどね。あ、冷静に見れる頃にそうそうそうそ う, そ う, もう最初は見れない。あ、そうなんや。そうそう、で何ヶ月か経ってやっぱ あっちはこうだったな、うんうん、こっちだったな、この MC どうだったなっていうのもありますけど、あ、結構すぐ見ますか？本当、いや、でも直後ではない、あ、少し何日か経ってからだね、うん、やっぱりこっぱずかしいのが先に来るからそうですよ ね, ですね。でもそれに慣れていかなきゃいけないんですね、そうですね、私たちは。そうですね、我々はね、はい、そうですね、修正が効かないからね、そうですね、意外と。そうそう、しかも意外に相手はね、なんかこっちは恥ずかしいって思っててもなんか
見えちゃったコメント面白いよ、うん、そうそうそう高橋さんいいこと言ってるよ増尾さんチャツッコミだけど刺されたけど今度は刺さる今度はこっちが刺された逆に刺されたでもいい意味で刺さるっていうのもありますもんね言葉って本当本当、うん、あのぐさって刺されるのと、うんうんうん、なるほどって刺されるのとそうなんですよ、ね、両方あるよね本当いい意味で刺したいですねそうっすねそうですね。ぐさぐさと。ぐさぐさと。逃げてるのかな。ちょっとまだ自信はないけどね。あのコーチングって聞く仕事なので、話す方ではあんまりないので、まだちょっとまだまだなんで。でも聞き上手は話し上手って。って言いますよね。実感はないんですまだ実は。以前と比べると話せるようになったけどね。だいぶだいぶ。喋れなかったんですか。喋れなかったですね。今でも喋れるとは思ってない。ない正直言って。1対1とか3対1ギリギリ。4対1になるともう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 話せないですね。あじゃあなんかもう大勢の前でなんていうあのなんていうんですか。なんていうんですか。講座じゃないけどプレゼンテーションじゃないけど演説？セミナーするなでも。あしてるんですね。やるなあの時は、うん、他人になり変わなりきってる。あ。ペルソナですね。ペルソナとアンカリングとモデリング全部一緒にやってる。アンカリングとモデリング、初めて聞いたことがいっぱいなんですけど、ちょっとボカーンでした。ごめんごめん。アンカリングっていうのは、自分が何かうまくいった場面って必ず、ね、過去に一度あるでしょ、うんうん。その時にやってたことをもう一回やってみるっておまじないです。あ例えばほら、このペンを持ってたらあの時うまくいった。だから今回もこのペン持ったらうまくいく。なるほど。みたいなのを自分で作り出す。赤いパンツ的なやつですね。そう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 。あれかなんかイチローがカレー毎回食べる。多分多分それと一緒一緒。あなるほど。スイッチですね。自分なりのスイッチ。はいはいはい。で靴をどこから履くとかね。いろいろあると思う。女性だったらこのヘアバンドこれ使ったらなんか気分が上がるからうまくいくとか。ライブの時とかない？ないですね。私ないんかい。ない。まだ早かった、ね。まだやってない。あ本当。そういうの。ああ、そっか。ね、あとモデリング、あ、モデリング、そう、モデリングっていうのは、うん、それこそ誰かになりきるっていうことです。演じるっていうこと。憧れの誰かとかですか？そうそう、こんな人みたいに話せたらいいなとか、こんな人の立ち振る舞い堂々としてて、旗から見たらかっこいいだろうなみたいな人を真似るっていうのは、うん、あ、モデリングって言います。モデルにするっていうことですね。こういうのを、まあ、一応心理やってるので、もう全部からひっくるめてきて、それをやって一応やってますけど。あと一個なんかありませんでした？ペルソナ？それ何ですか？ペルソナっていうのは、これも仮面。まあこのモデリングと近いんだけど仮面をかぶってみる。サングラスかけたら別な人格になるとか、ハンドル握ったら別な人格になるとかでしょ。それに近いものですね。えサングラスをじゃあかけて、いや説明はしないですけど例えあ例えね仮面をね、うんうんうん、それが駆使してやってますね。いろんなのがあるんですね。ありますね。ほうほう。だけど字でやったことは一回もない。あそうなんですね。ぶっちゃけて言うと今も字ではない。あじゃあもうちゃんと毎回意識してちょっと変身して、あのバイクに乗ってる間にちょっと変身してきた。あなるほど。車に乗ってる間に変身したりはしてます。かっけー逃げてんですけどね。ある意味はね。字でできる人いるんですか？字でできる人っているんですか、ね、字ですか？はい、で字でしょ絶対そうなんだ。だんだん字に寄ってくる。でも、うん、でも確かになんかなりきれって言われたりもしますよね、うん、そう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 。まあどっちがいいんだろうと思います、うん、その時に出す言葉が自分の言葉だったらいいのかなとかね、今思ってますけどね、まあ、ありのままが良かったり、うん、仮面をかぶったのが良かったり、うん、仮面っていうとなんか嘘っぽく感じるでしょ。そういうことじゃないのよ。そういうことじゃないんだけど、言える自分に変身するっていう感じ。でもそれでね、なんか言えるようになったらいいですもんね、うん、ちょっとなんか恥ずかしがり屋さんな子とかが、うん、本当に 毎回っていうか結構この番組でも言ってるんだけど、うん、ずっと後ろ人の後ろでこうやって隠れてるタイプだったので。そうなんですか。ラジオでこう喋るとは誰も思ってないはずよ。それは子供の時の話ですか？いや結構社会人になってからもそうなんですか、うん、今だからあの時ああやっとけばよかった、こうやっとけばよかった、すっごいいっぱい出るもん。あ仕事でも確かに発揮できなかった。ちっちゃい時とかね。ちっちゃい時ちっちゃい、うん、あ私もそうだなって思いながらちょっと考えてました。でもそれがねライブやるわけだからね、うん、私も結構訓練したかも。訓練、あ訓練 か、うん、そうか自分の中で。なんか私はもうちっちゃい時から音楽やるって思ってたんで、なんかいずれはもう何千人何万人の前で歌を歌うんだって思ってたから、うん、でも恥ずかしがりや、人前で発言できない、だからとりあえずあの学級委員長とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれから始めてみました。でクラスのみんなの前で喋ってみたり、
で高校の時は生徒会副会長もやって、朝の朝礼とかで皆さんおはようございますみたいなのやってたんですよ。それで結構でもドキマギしてました、だいぶ。でもそれがあるからね。そうだよね、歌い慣れはしてんだからきっとね。すげえ。その時使う言葉っていうのはなんかサンプル取ったの？いや、もう結構でも考えて考えて、でもあの頃ってね、どうしてたんでしょうね。もう覚えてないから必死だもんね、多分ね。うん、でもやっぱかっこよく見せなきゃっていうのはあったと思います。だからこれ顕示欲みたいなのあるんだよね。そう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 、人だからね。そうそうそう、なんかちゃんと暗記して、うんうん、目も見ないで喋ってやるぞとかはあったと思いますね。それはどうなんだろうね、その時の言葉っていうのは届いたのかな、生徒のみんなには。聞いてみます。覚えてるかな、覚えてるかな。私副生会長だったら覚えてるみたいな。あ、言ってみて。そうそうそう、うん、懐かしいな。懐かしい、うん、ちょっと今浸ってます。番組中、番組中。言葉、うん、言葉の葉、大事ですね、言葉は、うん、特にほらさっき生徒の頃、ね、学生の頃って言った時に、うん、やっぱり感情の方がどうしても先に立ってしまって、うん、言葉が乱暴になってしまったり、うん、言葉足らずだったりっていうのは あると思うんだよね、うん、そのおかげでなんかせっかくやりたいことを親に伝えたいのに届かなかった、伝えられなかったとか分かってもらえなかったとか、そうです、結構いるよね。わかります。なんかそんなに音楽やりたかったのって言われた時があって、伝えてたはずだけどな、うん、っていうのは、あ、もう散々言ってたはずだ。そう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 、こっちはね、だけどやっぱりね、撮る側はそこまでは思ってなかったんだなってのもありましたね、まあ、10代にね、受け止め手のことを考えろっていうのは確かに難しいかもしれないけど、でも自分の言葉は多分考えられるんじゃないかなと思って、うん、どうやったら分かってくれるだろうとか、うん、どうやったら誤解されずに済むだろうとか、うん、っていうのはちょこっとでいいからね、どっか言葉を発する瞬間でいいので考えてほしいかなって。誤解されたこととかあります？誤解されたこと、言葉足らずでとか、言った言葉で余計になんか誤解されたとか。自分では、あ、多分勝手に思っちゃうことありますね。あ、多分今の絶対傷つけちゃったなとか。あ、確認はしてないけど、うんうんうん、みんな飲み込んじゃいますよね、うんうんうん、周りも、うんうんうん、なかなか指摘するのも勇気がいることなのか、うん、そういうこともあるんですけど、誤解されたことあるんですかね。あるだろうなって思いますね。誤解されまくりだろうね、きっとね。でもね、うんうん、誰でもね。そうですよね。等身大で伝わってる人ってそうそういないだろうから、うんうん、マスコさん、チャーメッセージ入れてるけど。ありがとうございます。増野さん、アンカリングがペルソナのスイッチになることがあるわけですな。そういうことですね、そういうことです。ペルソナのスイッチにもなるし、って他の人になり、なる、モデリングのスイッチになることもあるっていうことですね。昨今、字じゃないよ。私字です。何の話や。字です、私は。何の話なんですけど、ね、そうだったんですね。お大事に素人さんの叱り方を見てたら下手だなって思う時がある。素人さんって何のプロ？叱り方のプロってことですか？叱り方のプロ、子育てのプロということかしら。俺も叱るプロじゃないから。あ、叱るプロっているんですか？いるのかな。教師？あ、どうだろう、最近のって言っちゃった。今ディスっちゃった。教師はみたいな。危ないこれもそうですよね。なんか最近のって言ったらやっぱりそれもなんか違う気がするしね。口をついて出た言葉って自分が思ってるの、なんだろうな、思いとちょっと違うところがあるよね。今の、うん、ちょっと違う、そういうつもりで言ったわけじゃなかった。でもなんか言葉のなんていうんですか、ニュアンスっていうか、イントネーションでそう伝わってしまうこともありますよね、うん、イントネーションか。最近のって言ったらやっぱりちょっと変な風に次出てくるのかなって思っちゃいますよね。 あの一言でも違うもんね、うん、そうですね。そうああ難しい。でも私結構よくあーって言っちゃうんですよ、このあーとか。ああ、そしたらみんな結構びっくりするんですよ。えみたいな。どういうこと、どういうふうに捉えられてるんだろう、そのあーは。あ、多分変な風に捉えられる。ネガティブに捉えられてる。なんかはーって言うんですよ、私結構。あ、はーんね、なんかはーみたいな、びっくりしたみたいな、意外だったみたいな。ってことですよね。っていうのがはぁって言ったらなんかちょっとはぁみたいな、そうそんな感じで捉えられて、これも言葉だよね。ですよね。難しいね。難しい。
思わず発する言葉、うん、いや私鉛が強くて他と違うので、うんうんうん、強めに行っちゃうんですよ宮古島は。あってか宮古島、宮古島なんですよ急に出してくる。あ、そうだったんですねなんですけどやっぱりねこう強く言っちゃったら、うん、みんなにって言われるんですけど、強く言ってるわけじゃないんでしょ。どうしても変なところで強めたりとか、変なところで違うところ、そうイントネーションとかが、そうかそうか、難しいね言葉ね。難しいですね。でもそれはカバーできるんじゃない？そのあ私こうだからね、勘違いしないでねみたいな。ああめんどくさいんですよね。こうよくよくめんどくさい。もうなんか書いとけば。確かに宮古島です。T シャツ。そうそう強めに言うかもしれません。さん気にしないでください。そこまでしないといけないのかな最近のコンプライアンスって難しいなうん確かにね、うん、そうですよね。どう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 、あ、意外でああじゃなくていいんだけど別に はーってそうそうはーってよく言うんですよ。こう上がっちゃうんだはーって。そうそうそう、なんで意味はないんですよね私の中で、うん、単にこう間を埋めてるリズムの中でのはーとか驚いてる、うん、いろんなハーがありますね、うん、まあ、感情その時の感嘆詞みたいなね部分だと思うんだけど、うん、ああとかああで伸ばしてもいいあれだし違うし、うん、ああでトーン上げても違うし、うん、ああで残念があるのもあるし、うん、一言一言でも全然違うっていう、ね、そうですよね、うん、いや難しいな、はい、まあ、ここら辺でちょっとせっかく先ほどリクエストもいただいたので、はい、一曲ね行った上で最後にちょっともう少し、言葉について話していきたいと思います。誰だっけな、リクエストもらった誰だっけ結構前でした、ね、結構前、もっと前、どこ、そうですね、これ あった、送り人バントさんからリクエストいただきました。トイレの神様。練習してきます。すいません、ね、はい、前は。いえいえ、大丈夫ですよ。はい。私はあなたで。はい。こういうミキさんも覚えてもらいますので。素晴らしい。おっしゃいませ。お願いします。ぜひぜひ。よろしくお願いします。さっちゃんももう、はい。いやいやいや。こんな気がする。やめなさい。あ、じゃあ来週一緒にやる。来週からじゃあ一緒にミキサーを。来週から一緒にミキサーをやる感じで。ぜひ教えてください。さっちゃんが行くときはそっちに入ってみたいな感じで。大丈夫よ、ありがとう。何語ですか？あ、大丈夫です。お疲れ様です。これ5分ぐらいあるんですか？まあ途中で切りましょうね、じゃあね。45分だから、2、3分で切ろうか。元教育者から見て、教育を学んでない人かな。教師にも素人さんがいる。うん、そうだね。教師にもね、いるんだよね。ダメでしょとか言って怒ってる人を見ると子供に何がダメか伝わらないよって思う。確かに、あの子供の叱り方って一番嫌なのか、怒られるからやめなさいって言うと叱り方嫌いです。なるほど、よく言います、ね、何々だから怒られるようだったら、怒られるからやめろ、順序が違うと ずっと思ってる。はいはい、意味わかる。お店とかね、例えばでしょ、ああ、みんなに迷惑でしょ、そうそう、だったらわかる、あだったら分かる、あ怒られるよ、いやお前が怒るんだよって話だね、もしかしたら、ね、なるほどね、あこれも言葉のあやじゃない、使い方、でもこれ子供ずっと一緒にいたらもう感情が起こっちゃうんですよ、わかるわかる、それもわかるんだ、もうさ、俺さ、黙って、何もしてないけど、わかりますね、なんかもう、黙ってってなるじゃん、最終的に、ああそうなの、しかもやっぱ近い人にほど、ちゃいますね、ですよね、考えないで、うんうん、それはね、え、好きな人とかに毎日愛してるよとか好きだよっていう人いるじゃないですか、うん、言います、言わない、即答言ってるんですか、言います、言う、うん、毎日終わったら、うん、言わない、いや言えないってだから奥さんに言わない、言えない、最初の頃も最初の頃は言ってたんじゃないですか、
やっぱり愛してるは言った記憶がないな。どちらかっていうと態度にします。おお。物で。物じゃ。物は最近。あ、物は最近。順序がある。CM 行きます。受ける。でも女の人物の方が嬉しいです。あ、確かに。時が経っても。時が経っても。最初はやっぱ言葉欲しいかも。言葉と、後々物で、そうそう、最後にお金になるんですよ。あ、なるほどね。マスオさんからほら、開いてるよ。黙ってよ、具体的な行動が分かるからいいけど、うるさいって言うと具体的じゃないよね、子供にはさ。こんな淡々と説明されたらちょっと。これ叱る時って公演したらダメよ。淡々とやらないとダメよ。電子か、電気のうるすぎ。これマジ、そんな感じですよね。電子元気です。本当それ、なんでしょうね。でも最初は寂しいと思いますよ。最初はね、最初はね、やっぱりステップだよね、うん、最初だけかな、でも男の人もそれ思うんですか、女の人も。うーんと、うち放任主義なんて。放任主義、あ、行きます。どっちも。はい、始まりました。ことの葉で今日はお勧めしております。で、コマーシャル中もね、少し言葉だったりいろんな話をしてたんですけども、やはり愛してる人に対して愛してる言えるかとか、ごめん恥ずかしくて言えない。私はでも態度で示すんでした。態度で示すんです、ね、どういう態度で示すんですか。言葉の代わりに態度、うん、そうだね、抱きしめる、手を握ったりハグしたりは、え、今でもですか。今はハグはあんまない。今はマッサージだな。ああ。なんか疲れてるなと思ったら。効率いいですね。肩も。効率ときた。だって言葉ね、なんか言葉っていうか態度にも、あ、私の答えしてるのねと思いながら体も癒される。ああ。なるほどなるほど。効率か。効率で考えたことなかったけど。も大事ですもんね。そうですね。両方合わせ技でできると本当に最強かもしれないね。うん、言葉と態度、ね、愛してるよって言いながらマッサージ、うん、効率いいだろっつって、多分今やったらはって言われそう、それこそ。あ、でもほら、なんかさっきもうすぐなんか誕生日かなんとか言ってた。そう、やばいんですよ。何もしてないんです、誕生日。やっぱね、プレゼントは言葉。違う、愛してるって言いながらのマッサージじゃないですか。あ、そうか。いや、今日のテーマだから言葉かなと。いや、言葉も、ね、いっぱい詰め込んで、手紙、手紙、あ、言葉を文字にする、アウトプットする。なるほど、そこに繋がってた。いや、手紙意外にもらったら嬉しい。超嬉しいです、ね、ですよね。メッセージカード送ったことあるよ。でも、あの、ケーキと一緒にか、いつもありがとうみたいなのを書いて送ったことある。え、足りないな。足りない。もうちょっと欲しい。もうちょっと、もうちょっと頑張ってみます。、はい、届く言葉をね、鋭くない言葉がいいよね。あ、そうです、刺しちゃダメですよ。刺しちゃダメね。わかるけどよみたいなのはダメね。いい意味で刺してくださいね。いい、了解しました。今日捕まり役なのか。頑張ります。はい、そんな感じで言葉、言の葉で話しております。はい、先ほどあの子供に対してのね、ツッコミじゃないけど、なんだ、叱り方みたいなのがあったんだけど、難しいよね。温度差がやっぱり違ったり、精神年齢じゃねえや、実年齢だったけど、そもそもね、理解度が違ったりっていうところがあるので、言葉選びは難しい。で、届かないから次感情的になっちゃうっていうサイクルもあるんだろうけども、でも、やっぱり言うことを聞かせたいわけじゃなくて、何か叱るときにはその叱る要因を解決したいわけだから、どうやったら解決するのかなっていうところを一回と、感情を引き戻して伝えてもらえるといいのかなと思うけどね。愛情とは何か、言葉ではないやつ。だから、マスオさん、俺が刺されてるって今日。本当に。愛情とは何かですな。言葉ではないはず。そうですね。これ愛情とかをこの言葉で説明しようとすると難しくないですか。でもそういうものの時のためにっていうか、それのために一つ歌っていうのあるんじゃないの。いいですね。なんかどうしてもこう自分の言葉というか日常の言葉では足りなかったり、誤解されがちなところを整えたものがリズムに合わせてとか、音に、ね、音域乗せてっていうのはないのかな。確かにありますね。ね、この誰かに向けた曲っていうんですか。おじいちゃんに作った曲があるんですけど、私結構なんですか、一緒に住んでるんですよ、おじいちゃんと。で、あんまり話はしないんですよ、面と向かって、だけどやっぱり曲にしたらバーってかけちゃって、もう泣けるぐらい。
でもそれぐらい自分の中で溜まってたんだな。出したかったんだね、きっとね。聞いて泣いてませんでした。おじいちゃんは泣いてませんでした。お父さんが泣いてた。おじいちゃんも多分我慢したんだと思うよ。お父さんとなんか幼稚園の子も泣いてた。おじいちゃんはなんか平然とした顔で一応ちゃんと字にも起こして送ったんですけどね。そうか、やっぱ歌ってすごいね、そう考えるとね。そうなんですよね。そのさっき子供の教えに関してはなかなか理解してもらえないとかあったのに、歌にしたらおじいちゃんもお父さんも子供も届いたみたいな。まさかの幼稚園生みたいな。びっくりしました。歌すげー。でも俺歌作れないから神さんに歌送れねー。あ、逆に手紙にして、あ、曲詩にする感じで曲をつけてもらえばいいんじゃないですか。あ、面白そう。それ超嬉しいですよ多分、うん、奥さん。曲のね、歌のプレゼントってね、うん、しかも手紙で、手紙をさだまさし的な、てん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 、関白宣言的な。あ、いいんじゃないですか。絶対嬉しいですよ、女の人はね。こんなの一生に一度でいいからね。うんうん。CD にしてプレゼント。やべえ、なんかすげえ盛り上がってきた。あ、いいんじゃないですか。え、あと何日なんだろう。まあまあ今年のね、プレゼントじゃなくてね。あ、なるほど、ね、じゃあ来年に向けて結婚記念日とかでもいいしね。すごい。なんですぐないやねん。悪いことしてへんわ。刺したんじゃないですか。いや、マスオさん、マスオさん、俺何も刺してないですよ。そうか。じゃあちょっと来年に向けて言葉をもうちょっとね、綴っておきますので。貯めておきます、はい、アウトプットした時にはじゃあ曲にして、はい、持ってきてください。 CD にしてください。面白そう。あ、一つ企画ができたね。あ、いいですね。これ楽しみ。どういう言葉が出てくるんだろう。やべーなー、俺のボキャブラリーがここで露呈されてしまうっていうところですけども、はい、言葉か。彼、じゃあ好きな人に対する言葉、子供に対する言葉、うん、まあ、一般ピープルというか大衆に対する言葉と自分に対する言葉、いろいろありますけども、今大事にしている言葉ってありますか。今大事にしている言葉、うん、でも自分に向けた言葉を大事にしてます、私。自分に向けた言葉、自分で発した言葉で、自分が自分に発する言葉。マイセルフ。はい、マイセルフです。やっぱなんか人に発する、まあ、仕事じゃないけどそういうのやってるからには、自分に対してもちゃんと発していかなきゃいけないなって思っていて、しかもやっぱそれもなんかちゃんとなんか愛のある言葉じゃないけど、なんかマイナスな言葉を使わないようには注意してます。なんかもう疲れたとか、もうなんかいいように言えないかなとか、言霊的なね、はい、なんかせっかく使うんだったら、うん、いい言葉、前向きなというか建設的なというか使いたいなっていうのは、引き寄せにもなんか通ずるけどね。はい、そうですね。そうだね。なんだろう、細胞学の話にちょっとしていい？細胞って、この細胞？細胞、細胞、体なんかみんなが持ってる細胞、はいはい、生物を、お願いします、使ってる細胞ね、作ってる細胞ね。細胞学の中で言葉をそれちょっと何だったかね、自分が発した体液だったり、そのエネルギーじゃない、なんだろうな、組織で自分が変化するっていう機能があるのね、はい、毒を発して、自分で毒を発して、その毒に対する耐性を持つみたいな。これが、まあ、心理学でも結構使われたりする用語だったんだけど、本当その用語言うつもりで忘れちゃったんだけど今なんか自分で出した言葉で自分が変化するっていうのとなんか通ずるなと思って、はい、やっぱりなんだろう、そういうメカニズムって生き物にはあるのかな。あ、なるほど。人間は毒は吐けない、液体とか物質的な毒は吐けないけど、言葉の毒は吐けると。あ、そうですね。そうすると自分がマイナスの人間にどんどん変わっていく。あ、プラスの言葉を吐けばプラスの人間に変わっていくとか、自分自身の言葉で、ね、他人からの影響だけじゃなくて自分が発する言葉影響があるっていうのを今ちょっと思い出して、あ、言いたくなったのに単語を教えたっていう、ね。今度教えてください、その単語、はい。でもそっか、自分が発したもので自分が、うん、でもやっぱなんか毎日ハッピーな人って結構ハッピーな言葉、そうだよね、そうだよね、ね、走ってますよね、うん。そして身の回りにもそういう人が寄ってくるじゃない。そうそう、集まってくるんですよね。うんうんうん、あ、それはすごい思いますね。ね、多分 FM ギノアンさんもそういう人たちばっかりじゃない。やっぱ働いてる人がこんな感じだから。ね、こんな感じだから。どうなんでしょうね。そうでもないかもしれないですね。いろんなキャラで、ね、もちろんあるんだけど、でも決してネガティブな人ってそんなにいない気がする。うん、ああ、ね、曲調がね。曲調前向きな。
超前向きな時だ超前向きですよ、もう私がちょっとこれやばいっすかねって言ったら、うん、うん、やってみるとりあえずやって全部やってみるとりあえずはいいよね、うん、確かにそれ大事ですね、うん、まあでもやとりあえずやってみるんだけど、多分その時もなんだかんだで言葉選んでるからね、ダメ元っていう言葉あんまり しないかもしれないね、なんとかなるからやってみとか、そういう言葉で相手が気持ちよく前に進められるような言葉を多分発してくれてるんだと思うけどね、沖縄の言葉って多いですよね、なんくるないさみたいな前向きな感じの、意外とね、そうですね、なんくるないさで今度作ってみる作ろうかな、 あるのかな、ないね、ありそうだけど意外とないかもよ、ね、うん、作っ意外と隙間かも、しかもなんかなんくるないさの本当の意味って、うん、なんかなんだっけ、誠のことしてたら、うん、みたいなのありますよね、そうです、あの手放しでなんとかなるではなくて、あのやるべきことをちゃんとしてたら誰かが見てるので助け舟も出てくるし、自分の中に土かのなんだろう、積み重なるものもあるから、そのそれがいつか結果としてつながるよみたいな、深い深い深い、そうだ、だからなんかただね今はなんくるないさだけがもう一人歩きしてるけど、なんとかなるさだと思ってました、いやでもなんかその裏にはちゃんとあるらしい、深い言葉には裏がある、そうなんですね、丸いイメージになっちゃった、違う違う違う、そういうことだよ、はい、ということでね、いろいろとまあ話してきましたけれども、歌のこと、はい、こんな時間になっちゃいました、じゃあ、ここでじゃあ締めてもらいましょう、ゆきさん、言葉、ことの葉とは、ことの葉とは私にとっては相棒です、相棒、はい、かっこいいですねそうだね、はい、やっぱり誰かに届ける言葉たくさんこれからも、うん、紡いでいただければと思います、はい、で紡いだら必ずアウトプットしてくださいね、はい、うん、必ず聞かせる、また自分誰かに伝えるっていうのは言葉の意味としてとても大事かと思いますので、はい、自分だけ大事にするんじゃなくて、そうですね、みんなに見てもらう、共有することが大事なのかなって思います、はい、はい、では、第2週ですね、私の週はこれで終わりますが、来週またごやちさん、マーケティングの話とかいろいろあると思いますし、さっちゃんも戻ってくるかと思います、はい、でゆきさんも来週大丈夫だと思いますので、はい、また参加してください、ま、よろしくお願いします、今週は以上です、またね、バイバイ、バイバイ。これ何だっけ、すごく気になります、気になるの、記憶もないから、途中から鼻炎が鼻炎が出てきたな、そう、鼻炎って言ってましたね、うん、ここに来て垂れるからね、あっという間ですね、1時間ね。